はい、こんにちは。ショートボブ専門描写のミッキーでーす。今日も YouTube リアルサロンワークやっていきたいと思います。本日のゲストのミキさん。はい、はじめまして。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まあ、すでにショートなんだけど、まあ、お悩みだったりとか、はい、ご相談があったりとか、ちょっと事件が起きたりとか、したっていうところで。9月の頭ぐらいにちょっと気分を変えたくて、うん、新しい美容師さんのところに行ったんですけれども、はいはいはい、自分もぼーっとしていって、はい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 ってうなずいていたら、まあ、多分最終的にこうブリーチをかけて、うん、もう最初もっと本当にキンキンにかかってしまって、うん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 、で職場に行けないなと思う。おお、あ、ブリーチする予定じゃなかったんだけど、はい、なんか気がついたらブリーチ。ブリーチ。そんなことあります？まあもうやってしまったので、まあもういいかなと思って、まあまあ、やっぱりこれだと職場には行けないので、うん、まあ、自分で染め直したりとか、まあいろいろとしているうちにどんどん変な色になっていってしまって、緑色とかになってきてしまったんです。うんうん、もう収拾つかなく。なってきていて、髪の毛 もうバリバリに傷んで、年齢的にも綺麗な髪でツヤツヤで40代だけど綺麗なちょっとそのお姉さんを目指したかったんですけど、20代後半ぐらいのやってしまった痛い人みたいになってしまったので、もう本当にどうにもならないし、もういっそ坊主、うん、いっそ坊主。なるほど。でもそのぐらい気分変えようと思って行ったんだけど、思いっきり失敗をして、もうこれは坊主なんじゃないかという気持ちにね、まあなりますよね。確かにね。現状からなんですけど、まずどういうカラーしたんですか。これメッシュでもなさそうな、表面だけなんですね。内側は全然入ってない。表面が出てきてしまうので、うんうん、もっと本当に金髪の色、そうね、うん、確かに後ろはオレンジに最初はなってます。そうです。今日はカットどうします？どうする？いやもうでもどうしていいか分からないんです。カラーに関してはこのブリーチした部分をしてない部分のこういった焦げ茶ぐらいのところに合わせるようにトーンダウンするしかないですね、うん、もしくは短く切り込めば表面もかなりレイヤー入るので、逆にメッシュのように活かすこともまあできなくはないという。だからまあその切りたい、どんぐらい切りたいかによってまあご提案も変わりますよね。まあでも、うん、もう行くなら思いっきり、うん、ベリーショートみたいな感じでももう全然、はい、それぐらいもう切って、ちょっとまた気分を変えたい。まあそうですよね。黒くしただけだとちょっとあんまり気分変わんないなっていうのは確かに。なんか思い切ってやっぱりもう異次元の、うん、異次元のショートに異次元の坊主も選べますけど、そしたらウィッグして、うんうん、あ、その辺確かにウィッグ屋さんあります。確かに。じゃあベリーショートにしましょう。ベリーショートにしてみたかったとかそういうのが終わりだったりするんですか。なんかあ興味があったというか。そうですね、うん、はい、どうせやるならベリーショートにっていうのもあったんですけど、うんうん、やっぱりこう皆さんなかなかそうするととりあえず今の髪型でもみたいな形だったので。美容師さんが、はい、あ、なるほど、はい、したことあるんだ。あ、ありますね、はい。でね、このね表面のブリーチもうまく活かせればいいかなっていうところで、はい、できなかったら染めた方がいいかなっていう感じで、ね、前髪も短くしちゃっても大丈夫。もう大丈夫です、うん、OK、はい、頭の形もすごくいいし、まあ、鉢も別にそんなにないし、まあ、ちょっと癖があってボワンとなりやすそうなのと、はい、ちょっと髪が深めではあるので、そこの部分ですよね。ベリーショートにする時の難易度としてはね。そうですね、うん、結構ゴワゴワになって、うん、もともとちょっと髪の毛が乾燥してて、はい、うねりがあって固めで横にポワンってなりやすい髪の毛がブリーチとかダメージ切ると、はい、よりゴワッとするんですよ。そこの部分はねちょっとね、まあ、カットと、あとはスタイリングで、最近のスタイリングで結構ヘアバームとかしっとり系のものが多いから、そういうのをつけてウェットめにスタイリングした方がかっこよくなりますから、あ、はい、やっていただいた方が、いいと思います。ちなみになんですけど、骨の形がすごく良いというか、ちょっと日本人っぽくないなっていうのがあるんですけど、おじいちゃんとかひいおじいちゃんとかの世代でなんかそういう血が混じってるとかっていうのがあったりします？なんかしょっちゅう言われるんですけど、うん、みんな多分日本人なんですけどロシアぐらいの血は入ってるんじゃないかって家族の中でそうやって言ってることはあります。じゃあルーツがもしかしたらそうなのかもしれないですね。そうなのかもしれないですね、うん、なんかねやっぱり
襟足の感じとか、うん、後頭部だったり、はい、鉢特に、うん、特に鉢ですよね。日本っぽくない雰囲気があるので、いわゆるクォーターとか、その僕ちょっと分かんないけど8分の1とかね、あるじゃないですか。っていうさらにもっと前のね、うん、ところでもしかしたらそういうルーツの部分であるのかもしれないです。やっぱりその沖縄とかの方と九州とか沖縄の方だと結構しっかりしてる骨格の方が多かったり、髪も青いんですよ。北海道とかアイヌとかあっちのね、ロシア系から入ってきてる方とかっていうのは髪が黄色いんですね。ちょっと同じ黒髪なんだけど、青い黒さとちょっと黄色っぽい黒さっていうのがあったりとかして、でその大体真ん中の中華系のルーツの人たちは赤いですね。赤い黒髪。最近はその若い平成10年15年生まれ以上の子とかだとグレーっぽい黒の子とかもいたりするので、その辺は多分ヨーロッパの子から来たかなとか、まあ、アメリカの子からかちょっと分かんないけど、ルーツでね結構違うんですよ。いや多分全然遡れないところが多分そうなんじゃないですか。でおじいちゃんのこれでポンちょっと出たのと思いますよ多分そうかもしれないです、はい、じゃあまあその話はね、まあ、置いといてまあ素材見ながらね、まあ、オーダーメイドで作るのが美容師の仕事ですので、あのしっかりやっていきますんで、異次元のベリーショートね異次元のベリーショートじゃないんだけど、大人おしゃれなベリーショートさせていただきますんで、よろしくお願いします。よろしくお願いします。そのなんかイメチェンしたいと思ったなんかきっかけみたいなのあったんですか？この1年、うん、すごいいろんなことが重なって、うんうん、仕事でお世話になった方がちょっと亡くなりになってしまったりだとか、うんうん、自分自身もハラスメント的なことであったりだとか、訴訟もあったりだとか、訴訟したの？いやいや、なんかされたり、訴訟って言っちゃった。訴訟されるってあんまないですよね。じゃあ一応ベリーショートなんですけど、はい、耳をがっつり出すかちょいかけてフミニンに行くか、はい、まあこういうちょっとこう耳周りね、はいはい、すっきりさせちゃってみたいなぐらいでいいと思うんですよね、はい、うん、結構短くいってしまっても大丈夫、うん、いいですかね。まあ、この形的にはまあ、普通に卵なので、卵で、おでこはまあ、自然に丸いかなっていうところですね。はい、ちょっとこの四角さがあるので、ここだけしっかりこうカバーして、前髪、フェイスラインね、作っていけば、はい、まあ、ベリーショートは全然似合いますから、はい、うん、あんまりこう、ロックな感じにならないように、まあ、作ります。はい、女性像的にやっぱり僕はあんまりそういうのは、40代でね、大人のっていうところでね。あ、そうですね。うん、品のあるベリーショートにはしていきたいなと思ってます。あ、もう本当にそれは切実に家族からもなんかどうしたって言われたので、うん、とうとうやりすぎたのかみたいなの、うん、あ、このブリーチ、はい、うん、まあ、本当にキンキンだったので、うん、そうですよね、うん、本当は北川景子さんのような感じのショートを、うん、はいはい、お願いしますってオーダーをしたんですけれども、うん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 、最終的に出来上がったのはみんな家族からあのキムタクさんって言われました。キムタクなんかちょっと年齢もわからなくなれば、なんかこう性別もよくわからない感じで、まあでもいいんじゃないみたいに家族には言われましたでベリーショートなんで、こっからこのミドルセクションですね、はい、まあ、ちょっと丸みはやっぱりつけたいんですよね、女っぽさ残したいんで、はい、なので真ん中はちょっと丸くして、この今クリップで留めてるところはしっかりレイヤー入れて、あのメッシュのところゾーンブリーチみたいになってるんですけど、はい、まあ、ちょっと切り込んだ方が金髪みたいなね、ヒカルの語というか、なんかちょっと YouTuber のヒカルさんみたいな感じに今なってるんでそこはちょっと切り込みたいので、はい、この今真ん中のねウエイトの部分で丸み作れば、表面レイヤー入れても女性らしいベリーショートになりますから、はい、この辺はまあ顔の形に合わせて丸みを調整していくって感じですね、はい、ナイスキャッチ最近ね、成長したんであんまり串落とさなくなったんですベリーショートで女性らしいっていうのも本当に一回やってみたいという憧れは、うん、あ、なるほど、なるほど、はい、これその色の部分については職場ではどうしようかなって感じなんですか？これスプレーですとか、うん、カラーシャンプーとかで染めてます、うん、真面目な職場でもあるので、うん、これ大丈夫なんですか？
このぐらいの今の状態っていうのは多分大丈夫だと。でもなんか自分だと今までだと楽しむというよりもなんか戻すのに必死になってしまって、うん、もうどうしていいか確かになんかどんどん緑になった時に、うん、こう何色を混ぜたら少しマシになるのかとか勉強はしたんですけど、やっぱりどんどん緑になっていくので、うん、緑になっちゃうっていうのは要はその黄色に対して金髪ですよね、ブリーチした黄色に対して青を足してるから緑になっちゃうんですよ。だから赤とかピンクをちょっと足すと緑味が消えます。で僕もそうなんですけど、あのハイブリーチして薄い黄色なんですね。で紫シャンプーしすぎると緑になるんですよ。だから紫シャンプーに僕ピンクシャンプー混ぜてあのホワイト作ってるんで、だから家でやる時もその、まあ、シャンプーだったらそういった紫シャンとピンクシャンプーだし、はい、なんかカラー剤的なね染まるトリートメントとかやるにしてもピンクトリートメントとかをちょっと混ぜると緑にはなりにくくなりますね。やりすぎるとピンクになりますけどまああんまりなんかティント要は色味っていうよりかは普通にブラウンとかで染めた方がいいですよ。あ、うん、ハッシュブラウンとかそういうブラウンでいいと思います。ブリーチ部分っていうのはやっぱり茶色がないので、はい、うん、あ、そうなんですね。だから緑になっていく、はい、そう変にアッシュとかにしちゃうで、おしゃれファッションカラーで染めようとすると鮮やかな色ばっかり入っちゃうからそうです。そう黒髪を染めるときはそういう鮮やかな青とかアッシュとかグレーとかでね染めた方がいいんですけど、ブリーチモンに対して黒髪用の鮮やかな色でいくとやっぱり奇抜な色になっちゃいますよね。ブリーチとかしたのが初めてだったので。ああ、なるほど、はい、原因にね、わかんないですよね。そうですね、うん、なんかやっぱりちょっとなんかアニメメッシュが、メッシュが目立つな逆に ローライト入れて、はい、ちょっとメッシュ消してもいいですか少し、はい、その方が絶対いいと思うんですよねなんか表面はまだいいんですけど、はい、ここが結構強烈に効いてるから、うん、ちょっとここだけローライト入れての方が絶対おしゃれだと思うんですよね。まあ、何か今アニメのキャラみたいなんでしょ。ねえ、そうですよね切りながらちょっと消えないかもと思ってたんですけどちょっと急遽こんな感じでやらせてください。はい、はい、とおしゃれにね、メッシュを残しながらいらんとこだけやっつけていきます。はい、だいぶ上手くなりました上手くなりました。全く消してはないんですけど、ヒカルさんみたいな感じはなくなったかなと思いますんでました黒染めしちゃうのはね、簡単なんですけどね、せっかくなんでっていう感じですよね。ちょっとメッシュ楽しんで、でも黒く塗りつぶすこといくらでもできますから、はい、カラートリートメントとかで、うん、結構やっぱり肌も弱いのですごい荒れてたんですよね。なるほどなるほど、それもすごい悲しくて、うん、なるほど、はい、じゃあスタイリングしましょう。はい、まあ、スタイリングすることはあんまないですもうワックスかなんかつければおしまいなんで、ただ表面がちょっとどうしてもブリーチしてて髪がなんかちょっとぼやっとしてるので、ツヤ出し程度に軽くアイロンとかできるといいかなって感じですね。そしてドライヤーでボリュームが潰れるようにしっかりここのボリュームを落とすようにドライヤーしてください。あんまり鉢がないからすごい頑張って潰さなくてもすごい頭四角くはならないですけど、ここだけねちょっと注意していただければいいかなっていう感じですね。毛の流れとか、うん、どうアイロンどういう風に使ったらいいのかなと思う、うん、やっぱり毛流れって皆さん違うのでそれに合った、ね、アイロンのかけ方するのが大事なんですけど、ミキさんの場合はこのぐらいの長さだと変に跳ねたりとかはないです。なので、まずドライヤーが大事ですね。ドライヤーでまずこう前に乾かす、トップは左右に乾かしてこう前にね出てくるようにする。前髪も毛流れに沿って切ってるのでこっち流しでいいんですけど、こめかみだけはこう流れないでこうなるんですよ。ちょっとだからこめかみは根元から入れて、はい、ちょっとこう外にこう流して、うん、こうこういう、うん、もしちょっとやりにくかったら毛量も多いとこなんで浮き癖もありますし、はい、分け取ってこめかみのところここねこういう感じでかけてもらうとここがピシッと決まってかっこよくなります。でここはあえて
ブリーチの部分残してるので、こうあった方がいい感じになりますから。で、そこから上は、書き方は一緒です。こういう感じで。うん。ゼロライトで、スライシングって言って、その線で入れたり、メッシュで、ローライト入れたりっていうのを、まあ、場所によってね、変えて、まあ、こういう感じで、メッシュっぽくなるようにしておりますので。こちら、ですね。ベリーショートだったのも全然、あんま入ってなかった。中折りで大丈夫です。結構たっぷりめでいいです、うん、親指の爪ぐらいね、たっぷり、ね、うん、ベリーショートはもうしっかりついてるのが絶対いいんで、なんならジェルとかでもいいですよ。あ、そのぐらいもうしっかりと、はい、しっかりやった方がいいです。ベリーショートで、はい、あんまりスタイリングしてない感じになると、むしろミセス感が増してしまいますから、ちゃんとやった方がいいですね、うん、どういう感じでもいいので、ガーッとつけて、例えばおでこ上げてもいいと思うんですよね。今あんまりカールついてないからうまくは立ち上がらないですけど、はい、まあ、デコ出し系でも別にいいとは思うし、まあ、反対分けにしてこういう91でガーッとこういうふうにね、あ、すごい全然雰囲気変わりますね、うん、でもいいでしょうし、はい、ナチュラルにいくんだったら毛流れ的にはこっちなので、まあ、こういう感じでやってもらうのがまあいいかなとは思いますけど、もう全然違う。すごいショートでこんなに雰囲気が変わるなんて思いますね。結構バッサリ切りましたからね。びっくりです、うん、まあ、もちろん長い方が、今日いらした時みたいなね、長い方がよりそのフェミニンさとかね、そういうのに出たりするんですけど、まあ、このぐらい短くても、うん、丸みがちゃんと残るように、はい、あんまりいかつくならないようにね、刈り上げないとかね、あとちょっと横向いてもらった時の耳の辺の、この辺のシャギー感とかで、ちょっと柔らかさを出すことは、まあ、できますので、うん、あ、結構でも短いですね。結構短いです。レイヤー入れたんで、結構。まあ、入れなくても別に。良かったっちゃ良かったんですけど、レイヤーはあえて入れました、今日は、うん、ザクザク感が少し出る方が、そのメッシュは生きるので、はい、はい、あ、そうまあ、スタイリングの仕方と、セットの仕方は、まあ、先ほどお伝えした感じでいいので、本当にね、スタイルによって違うし、髪質によって違うし、毛流れによって違うので、まあ、その辺をこう踏まえてやればめちゃくちゃ簡単なんで、はい、はい、まあ、それを何て言うんでしょうね、一度こうアプローチを、ちゃんとしたアプローチを覚えるのがやっぱ難しいから、はい、自分だと分かんないんで、はい、うん、なんか客観的に一回見てお教えするっていうのは大事だと思ってるので、そんな感じでやってください。ありがとうございます、はい、お疲れ様でした、ね、はい、ありがとうございます。